昼川見影を積み上げた広い間のピラミッド、エナサビ石とは、岐阜県旧エナ群昼川村を中心とした地域で採掘される赤茶色を帯びた花崗岩である。エナサビ、エナ見影、昼川見影とも言う。エナサビ石は黒雲も花崗岩、アルカリ定石のパーサイト構造は棒状、黒雲母には放射性色ガスが発達、サビは 有色鉱物やアルカリ調石の風化によりできたので、ある。雲母の成分は、K26-58-204。岩石中に含まれる、金毛が、雨などにより酸化し、サビとなって表面に現れた、花崗岩である。その色合いから、サビ石として好まれ、沈重されている。ただし高度、吸水率の点では劣る。サビ石の産地は他にもあり。 京都の倉前市や岡山県笠岡市北木島で採掘取れる北木石、その他には稲田石という錆石もある。普通の見加減石と同じように錆石も各種の表面仕上げが可能であるが、不思議なことにジェットバーナーをかけると黄色から赤茶色に変色する。あえて赤みを意図するのでなければ、磨きやブラスト仕上げで使われるのが普通である。ブラストを行うと全体が白っぽくなるが、 反面、色ムラを目立たなくする効果がある。ありがとうございます。